はい、皆さんこんにちは。今回プレイするのはケプラスというゲームになります。こちらね、ナタロウさんという方からギフトでもらいました。非常にね、私も気になってたゲームなんで、ワクワクしてます。ありがとうございます。早速やっていきましょう。このゲームはリムワールドのグラフィックにローグライクなアクションがねついてるイメージだと思いますね。最初に種族を選べるということで、さっきの何だったんだろう。ボーマンね、ヒューマン、バーバリアンね、ハーフエルフ、まあいろいろな種族がいますね。普通のエルフであったり、ダークエルフ、オーク、マミーね。どうしようか。まあちょっと人間でやってきますか。人間の男で、スキンもいろいろ選べるみたいだけど、まあ普通にこんな感じでアジア人な感じでいきますか。髪の毛どうする？これでくるくるっていけんの？なんかくるくるっていけんのかな？あ、こういう感じか。どうしようかな。これにしましょうか。で、髪の毛の色は、紫ないかな。これだね。これにしましょう。で、モロトフですかね。はい。そしたらば、カジュアルかクラシックかハードコアか選べるんだね。ちょっと今回はほぼ初見プレイなんで、クラシックでね、行きたいと思います。お、ここら辺がね、非常に、リムワールドっぽいね。ケプラーって呼ばれる星で私は生まれたようですね。かなり冷凍保存されての目覚めということかな。こうやるとこのね、カプセルから今起き上がったということで、このマップはね、非常に広いっぽいんですよ。で、このね、木箱をね、おっとこれ食べちゃった。木箱をこうやってね、壊してね、いろんなものを採取するんですね。木箱としてあるものはってことかな。今ね、標準でアップル、これ食べ物ですね。あとはグラスですね、草。そしてトーチ、松明を持ってますね。アップルはここだね。この空腹度、ハンガーも上げられるし、おそらくちょっと回復するって書いてあるから、ここも上がるのかな。1日目の朝7時。ってことは暗くもなるのかな？あ、冬眠失敗かな？骨になってるね。まだ冬眠してる人もいるのかな？開かないね。じゃあちょっとここら辺の木箱を壊しながら。ウッドも手に入れた。あとクッキーだね。そしたらば、よいしょっと。これでね、地下に行けるんだね。行ってみようか。怖いな。なんかいるんだろうね。早速。このゲームはね、敵もいるんだけど、ノン PC でトレードとかもね、最近できるようになったっていうのがアップデートで書いてありましたね。仲間なんかもリクルートできるみたいですけど。お！宝箱だ、やった。一通り手に入れとこう。あとはね、こうやって、いろいろ採取すると同時に、クラフトができるみたいね。いろいろ。だから最初はいろんなものを作りたいんだけど、クラフトしていきたいな。アックスとか、ピックアックスとかね。作りたいですね。まずは段ボールをバーッと取ってって、アックスなんかに必要なウッド。そしてね、石を集めていきましょう。多分その方がね、後々効率、やばいやつがいる、ちょっといろいろやばいやつがいるね。あ、ちょ、ここ。ん？来る？来れない？音来た、あ、やばい、おっと。やばい。案外、下は強そうだね。ちょっと地道にこういう、向こうにもやばいのがいるよ。石を取ってこう。これ石だよね。ストーンブロックね。で、これは死体から骨が結構シビアですね。お？食べ物かな？そうだね。あ、大丈夫だったかな？
これは木が取れんだろうね。よし。早くアックスなのか、ピッケルをね、欲しい。そうしないと効率が悪いかもしれない。よいしょ。こんぐらいでもアックスとか作れんじゃないの？あとは石が必要かな。なんとかね、NPC に会いたい。と。間違って食べちゃうね。なかなか操作方法が難しい。まだ慣れないからかな。で、ストーンアックスにしようか。斧作っちゃいましょう。これと石を掛け合わせれば作れるよって書いてあるよ。案外簡単に作れるね。食べ物は後ろにしとこう。これなんだ、どんぐりだ。どんな意味があるんだろう。なんか木が植えられんのかな。どんぐりの木。骨の活用法がわかんないけど、これも草もちょっとこういう感じに置いとこうか。よし。そしたらば、これでね、結構な、お、同時に木が一気に、いいねいいね。あとね、ピッケルか。ピッケル先にすればよかったかな。よし。ピッケルが欲しいから、さらに石を集めていくと。これね、いいね。親切設計。家は上だよって言ってますね。よいしょ。うん。地味にここら辺を集めていくって形かな。よいしょ。いや、私ね、ご存知かもしれないんですけど、リムワールド結構好きで、あの世界観も好きで、これちょうどね、気になってたんですよ。買いたいな、欲しいな、と思ってて。ほんと、ありがたいですね。よいしょ。お、石がある。あまり周辺には敵がいないのかな？まだ湧いてないってことかな？これでできるかな？何個必要なんだろう？ピックアックス。これとこれでしょ？お、いけた。で、あとは弓矢とか、あ、アーマー作れんじゃん。わ、すごい初歩的なウドゥンアーマー。木の鎧だね。んで、ストーンクラブ、これで武器になりそうだから、早速ね、このピックアックスで石を掘りましょう。お、これ何色これ。まさか黄金？これで一気に掘って、お、これ何これこれ、あれ、これだ。カッパーだ。おー、銅ですね。カッパーなんかもあるんだね。よしよし。結構効率いい、やっぱりこれのが。一気に、うわー、すごい。がっつり取れるね。よし。これでもう、いろいろ作れんじゃないの？もうちょっとやっとく？あと、森もちょっとざっくり、買っちゃえば、ねえ。当分困んないみたいな感じかな？よしよしよし。なんとか洞窟行きたいっすよね。うん。これで木を買っちゃって。これ3個同時がいいな。3個同時。無理？おいしょ。おいしょ。森の方がいいね。密集してるところを一気に。おっと、やばいのがいる。結構やばいのがいるんだね。よし。そしたらば、何が欲しい？やっぱり、ウドゥンボウだよね。木の弓矢。そして、アローがないと意味ないから、石と、あと木が必要だね、また。何かと物入りですね。はい。よ、100個作った。すごい。ちょっとこれで攻撃してみようか。ね。おいしょ。いたいたいた。ん？プッって言ったよ。おいしょ。あ、倒した。あ、なんか持ってる。何これ。ん？何持ってた？おいしょ。あ、ゴブリンの服だ。やった。
どこに切れる？まさか、あ、ここに切れた。へー。え、ここは何？これ？これ着てる？ちゃんと。ボディでしょ？ハンド。足。あ、あれ？アーマー？コスメティックアーマー。オンリーフォー。あ、これはもう外見だけだ。外見おしゃれにするだけって書いてある。ほんと？そう。いる？まあいいか。いいよね。ちょっとお腹減ったみたいね。食べてみようか。これ食べてみよう。はい。よし。全然お腹いっぱいにならない。ここら辺のをちょっと取って。リンゴ、サクランボ。ここもね、こうやって開くんだよね。ここは？おぉ、クッキーやった、やった。うん。ね。それ以外はなさそうだから、やっぱり下行かないといけないか。でもその前に石屋もっとあったっけ？何かと物入りですけど、接近戦の武器がないですね。石で作っちゃいましょう。確かね、ストーンなんとかってあったんだよね。あったあったあった。うん。ピッケルでね、掘りまくって。うん、こっちのがいいか。走ったりはできないのかな？うん。おっと。湧くね。これ湧くってことだよね。音で反応してるのか。そういうことだよね。音で反応してる。よし。よし。どんぐらい？おっと。変なの。変なのゲットしたよ。Disgusting organs。ね。なんか。なんていうの？汚らしい内臓みたいな。ね、不快な内臓みたいなやつですね。なんも使えそうないっすね。うん。よし。もうこれでいけんじゃないかな。これで、これストーンクラブ。ね。これをパンやって、パンやるとできますんで。これを先頭にして、矢はちょっと後ろの方がいいかな。ね。これいらなさそう。これもいらなさそう。こっちは先頭にして、こういう感じ。ね。一通りこうかな。あいつもいますが、とにかくお腹減っているかな。食べて、下で見つかればいいな。歩くとね、キャンセルになるね。もう一個食べようか。よいしょ。で、基本弓矢持って下に行くか。で、松明を、ね、こう石は見えなくてもいいや。松明をこう、利用する感じかな。よし、さっきよりは強いでしょう。アイテムも残っててよかった。こうかな。おう。おっとっとっと。よし。なんかいる。ゴブリン？おいしょ、おいしょと、あと、向こうも弓矢、おっと。弓矢同士でいいのか。おっと、やっつけた。体力はちょっと減ったな。何か気づかれた。ここにはアイテムはないと。うん。暗いな。おいしょ。なんだこれは。おっと、来た。やばいのが来たよ、やばいのが来た。来い。おいし。危ない。うん。結構厳しいね。キノコ拾ったよ。うん。こっからもいけんのか。キノコはどんな意味があるんだろうか。よいしょ。とにかくいけるとこまで行く？それともちょっとアップル食べとく？ね。体力も回復するし、これはいいね。松明を持たないときついな、かなり。おっと、ここに置いとこう。ここにも置いとこう。危ない。いっぱいいる。なんかいる。強いのかな、あいつ。
おっと、やばいやばい。おっと、切り替えて。おっと、やっつけた。ナイスだね、今のは。来そうだな。はい、今回はね、一旦ここまでにしたいと思います。どうでしょうかね。ね、今後面白そうな内容になってると思います。続きがね、見たいっていう方がいらっしゃったらぜひいいねお願いいたします。またね、チャンネル登録もお願いいたします。それでは。